生体ロボットゼノボットについて。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり聞こうは生体ロボットゼノボットについて紹介していこうと思います。ロボットという言葉を聞くと人によって頭に浮かぶイメージはそれぞれ異なると思われます。テレビアニメに出てくるような侵略者から地球を守ってくれるスーパーロボットを想像する人や、人間の友達になってくれる人型ロボット、動物型ロボットを想像する人もいるでしょう。また工業関連の仕事をされている方であれば産業用ロボットを思い浮かべるかもしれません。いずれにしてもロボットといえば機械で作られたものという印象がありますが、最新の科学では生きた細胞を使ったロボットの研究が進んでいるのです。今回は生きているロボットと言われているゼノボットに焦点を当てていきます。ゼノボットの技術が進化していけば医療分野において大きな発展をもたらすと言われていますので、この技術は今後世界から注目されていくと予想されるのです。ゼノボットとは何か。ゼノボットという名称だけ聞くとそれこそテレビアニメやゲームアプリに出てきそうな感じがしますが、実はこのゼノというのはゼノパスから来ているため、ゼノボットはアフリカツメガエルにちなんだネーミングということになります。このアフリカツメガエルの細胞によって構成された人工合成生物が別名生きたロボットと呼ばれるゼノボットということになるわけです。ロボットは人間の命令を忠実にこなしてくれる便利な機械ですが、これはゼノボットにも共通しています。アフリカツメガエルの細胞のパーツをどのように組み立てていくかという難題は人工知能 AI が行いますので、人間は AI が作成した設計図に基づいてアフリカツメガエルの細胞の配置を変えていきます。機械を使わない生きたロボットの研究。2020年1月、バーモント大学、タフツ大学、ハーバード大学などの研究者たちが学術論文誌 PNAS にゼノボットの研究成果を発表しました。研究者の一人サム・クリーグマンは、ロボットは一般的に金属製の人型のものと思われがちだが、物理的に何かしらの変化を与える仕事をするものであればロボットと定義できると語ります。同じく研究者の一人ジョシュア・ボンガードは、ゼノボットは従来のロボットではないし既存の生物の類でもないとしながら、今までにないプログラム可能な生命体であると説明しています。ゼノボットの構造としてはっきりしているのはカエルの遺伝子を使っていることと、酸素を使って呼吸をして生きているということ、そして細胞内の栄養を代謝してしまうと死んでしまうということです。細胞のパーツを設計図に合わせて組み替えていますので、通常のカエルの細胞とも異なるため、ゼノボットは新しい生命体という見方がされています。 AI が作り出す生きたロボットの設計図。研究チームは進化的アルゴリズムという一種のシミュレーションのような手法を使い、優秀な運動能力を持つ細胞を選び出していきました。 AI はランダムに細胞を配置していき、立体構造を持つ集合体スフェロイドを形成していきます。その中から偶然作られた運動能力を持ったスフェロイドを見つけると、それをベースにしてさらに次世代のスフェロイドを形成させていったのです。この作業を繰り返し、次から次へと優秀なものを選別していくことで、より運動能力の高いスフェロイドだけが残されていきます。選ばれなかったスフェロイドは消去されていくので、ゼノボットは選び抜かれたエリート細胞によって作られていると言えるのです。ゼノボットは生態系のロボットなので、何をさせるかといった目的を持って作られますが、そのためにもスフェロイドの初期設定はとても重要になります。そこで実験ではロボットとして必要な皮膚と筋肉の細胞を意図的に組み合わせて設計しているのです。
ロボットとして活動させるにはベースとなる器が必要になるので、その役割を担うのが皮膚細胞になります。そして駆動系のモーターの役割になるのが筋肉細胞になるのです。器として皮膚細胞と動力となる筋肉細胞の両方のスフェロイドがゼロボットには必要になるというわけです。 AI によるシミュレーションにより繰り返しスフェロイドは形成されていき、100世代を超えていったあたりで胴体と後ろ足2本を持つ形のスフェロイドが出てきたといいます。こうしてコンピュータ内で作られたゼノボットのモデルを設計図として、実際のアフリカツメガエルの細胞を組み合わせていくことで、生きたロボットは実体化されていくのです。リアルに完成したゼノボットが動き出す。 AI が導き出した設計図をもとにリアルなゼノボットを作り上げた研究チームは、なかなか満足に結果を得られたと発表しています。人工的に組み合わせた各細胞がうまく連携して役割を果たしてくれるかどうか、その点が研究者たちにとって不安な部分だったみたいですが、見事にゼノボットは動き出してくれたのです。ゼノボットには栄養素を取り入れる口のようなものはありませんので、自身が蓄えているエネルギーを使い切ってしまうと死んでしまいます。そのために1体のゼノボットの寿命は1週間程度となりますが、そのあたりがまさに機械ではない生きた細胞で作られた人工生命体としての特徴なのでしょう。ちなみに再生能力が高く、体の半分に及ぶダメージを与えても見事に自己再生をしたといいます。一般に哺乳類より両生類の方が細胞の再生能力は高いとされていますので、カエルの細胞を使っているからこその能力だと言えるのです。ゼノボットの研究スタイルはパックマン。ビデオゲームが出始めの頃、当時の子供たちに超人気だったのがナムコのパックマンでした。追ってくる4匹のカラフルなモンスターから必死に逃げ回るゲームですが、 AI が導き出したゼノボットの理想的な形状がパックマンの形だったのです。ゼノボットは小さなペトリ皿の中で動き回っていますが、この形状であれば移動しながら口の部分にどんどん小さな幹細胞を集めることができ、それをさらなる進化につなげることが可能になるのです。まるで本物のパックマンみたいですが、もし自分が研究をしていてこんな場面に出会ってしまったら、嬉しくて誰かにすぐ話したくなりますね。この他にも細胞の組み方でいくつもの形状に姿を変えることができます。つまり目的に合わせたタイプ別のゼノボットを作り出すことができるのです。例えばドーナツ型であれば、その空洞に何かの物質を取り込んでおいて別の場所に運ばせるといったことも可能になるというわけですね。医療現場で期待されるゼノボット。ゼノボットが実用化されることにより大きく変わると期待されているのが医療分野です。お話ししたドーナツ型のゼノボットに治療に必要な成分を運ばせたらばどうなるでしょう。ゼノボットは遺伝子組み換えなどにより作られたわけではなく、細胞を組み直しただけですので、遺伝子情報はそのまま残すことができます。現在はカエルの細胞を使っていますが、技術が進歩して人の細胞によるゼノボットができれば、今までより画期的な治療法に発展する可能性が見えてくるのです。さらに言ってしまえば、自分の細胞を使ったゼノボットを作り出せれば、免疫による攻撃を受けることなく簡単に体内に侵入することが可能になります。病巣が体内の奥の方にある場合、そこに薬が届かずに患者の容態は悪化してしまい、最悪の結果になってしまうこともあるでしょう。そこで小さな細胞の塊であるゼノボットが体の至るところに必要な薬になる成分を届ける運搬係の役目をやってくれれば、効果の高い治療が期待できるのです。また進化したゼノボットには情報を記憶するという機能がプラスされたと言われていますから、予防医学の面でもその活躍は期待されています。情報の記憶ができれば病気の発見などにも利用できる可能性が出てきますので、がんなどの早期発見に役立つかもしれません。将来的には
再生医療のような難しい分野でさえもゼノボットの技術が進化することでより身近な治療法になる可能性も期待できるのです。まとめ、ゼノボットに対してプラスの面ばかり話しすぎてしまったので最後に少しだけマイナス面についても考えていきましょう。生態に手を加えることは倫理的な面から言えばあまり好ましいことではありません。地球上の生物は人間のために生まれてきたわけではないので他の生物を犠牲にすることをどこまで良しとするかはとても難しい問題と言えるのです。生きた細胞に手を加えて生きているロボットを作り出すゼノボットの技術はもしかすると医療の世界に画期的な進歩をもたらすかもしれませんが一つ間違えれば壊滅的な悲劇を生み出すかもしれないという点も忘れてはならないのです。もしかすると全く新しい生命体を生み出してしまう可能性もあるゼノボット、その存在は人類にとって開けてはならないパンドラの箱でないことを心から願わずにいられませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。